ゼビオプレゼンツクロノスプラス、心動かすスポーツ、ゼビオグループの提供でお送りします。木曜日のこの時間はスポーツ選手や OB、 選手を支える人たちにフォーカス。夢を追い続ける素晴らしさ、挑戦を続ける大切さなど、スポーツの魅力に迫ります。今回のゲストは女子アイスホッケー西武プリンセスラビッツ所属で日本代表スマイルジャパンのエース久保英恵選手です。久保英恵選手は1982年12月10日生まれの34歳。2018年の平昌オリンピック出場をいち早く決めた日本代表の絶対的エース、人呼んで氷上のスナイパー。今年2月、女子アイスホッケーの平昌オリンピック最終予選が行われたのは久保選手の地元北海道苫小牧市でした。世界ランキング7位のスマイルジャパンは11位のオーストリア、12位のフランス、8位のドイツに勝ち、出場権を手にしました。久保選手は3試合で5得点とエースの活躍を果たしています。さあ、先週は平昌オリンピック最終予選を振り返ってもらいました。代表はね、現在選手同士いい競争をしていて、チーム力を高めている最中というお話でした。そして久保選手、エースとしてゴールへの強い意欲も感じましたね。ではそんな女子アイスホッケー久保英恵選手との対談後半お聞きください。久保選手がアイスホッケー始めたのは何歳の時なんですか？4歳になります。4歳、はい、きっかけは？きっかけは、まあ、兄がやっていたのと、やっぱり苫小牧っていうのはアイスホッケーの街でして、はい、まあ、アイスホッケーがもう日常に普通にあったので、やっぱり自然とアイスホッケーにのめり込みました、ね。はあ、そのアイスホッケーにハマった理由ってのは何ですか？迫力があるというか、スピード感があるので、はい、まあ、やっててもそうですし、見てても楽しいスポーツなのかなっていうふうに思います。子供の頃からバカバカ点取ってたんですか？そうですね取ってましたね。点数入れて、まあ、勝つことの喜びをまあ知ってからは、本当に自分が点数を入れれば勝てるみたいな感じで思ってました、うん。それがここまで来てるわけですけどね。2010年に一旦引退したんですが、この時はどうして辞めたんですか？2、3年くらい、代表から外れてまして、うん、やっぱり自分の夢は、まあ、そのオリンピックに出場だったので、まあ、代表に入れないとオリンピック必要っていうのは叶わないので、まあ、そこの部分でモチベーションが上がらず、うん、プラスその所属チームで西武プリンセスラビッツでちょうど3連覇をしたので、あ、いい節目かなと思って、引退しました。で、なぜもう一度現役復帰したんですかきっかけはたくさんあるんですけど、はい、まずその、まあ、引退した後に、その当時副会長だった若林メルさんという方が、はい、もう一度アイスホッケーやってみないかっていうふうにお声をかけていただいたのと、うん、それはなぜ声をかけてきたんですか？そのまま言いますと、花がいないとオリンピック行けないから、ぜひもう一度復帰してくれないかっていうふうに言ってきます。嬉しい言葉ですね嬉しかったですか？一番最初はもう全然戻る気が全くなかったので。あ、そうなんですか？はい、今更っていう感じですね。あ、はい、でもその後、まあ、なでしこジャパンがワールドカップで優勝した、はい、2011年7月ですね。そうですね、はい、その時テレビで見てたんですけど、はい、その時に澤さんがすごい、点数を入れて勝ったっていうのを見て、はい、やっぱりそのベテランで入れなきゃいけない選手が入れて勝ったっていうのがすごくリンクして私と同じように感じまして。じゃあさあ、誉れとこう自分を重ね合わせたわけですか？そうですねで、もう一度ああいう大きな舞台で立ってプレーしたいっていうふうに思ったので、うん、もう一度やってみようって思いました。じゃあサッカーも役に立ったわけですね。いや、はい、すごく感動しました。あの時は実際澤さんとお会いになりました？なってないんですよ。あ、まあ、なってないですか？そうなんですよ。すごいずっと言い続けてるんですけど、これをきっかけに実現するといいですよね本当にね。で、まあ、2度目の現役生活どうですか？戻すの大変だったんじゃないですか？そうですね、1年半、やっていなかったので。え、その時は何してたの？一応コーチはしてました。あの小さい子を教えたりとかしてましたけど、はいはいはい、実際全部防具を着てアイスホッケーやることはなかったので、うん、
本当にその一番最初やり始めた時はパスレシーブもスケーティングも何もできなくなっていたので。あ、そうですか。はい、まあ、自分が思ってるようなプレーが、まあ、できなかった。あ、要するにこう自分のイメージと合ってないってことですね。そうですね、こう動こうと思ってるけどこう動けないみたいな。はい、そうですね。あの防具どれぐらいの重さなんですか。10キロ弱ぐらいだと。結構じゃあ重たいですか。そうですね。じゃあそれをつけながらこう滑らかに動くことっていうのはやっぱり1年半経っちゃうとなかなか難しかったですか。そうですね、難しいですね。体力も落ちてましたし、なのですごく苦労しましたね。そこからどうやって戻したんですか。やっぱり毎日そのトレーニングですね。みんなやってる他の時間で自主トレをやって、いかにその昔のところまで戻すかっていうのがすごい1年半休んで1年半かかりましたね。あ、同じぐらいかかりました、はい、うん。でどうですか、逆にこうコーチやって戻ってきたからこそ自分が変わったり分かった部分ってことあるんですよね。当然。そうですね、やっぱり一番大きかったのは初心に戻れたっていうのが一番かな。ああ、自分の気持ちがフレッシュに。そうですね、やっぱり引退した時は本当にモチベーションが上がらなくてアイスホッケーが嫌いになっていたので。おーおーおー。なのでその復帰した時は本当に素直にアイスホッケーを楽しむことができたっていうのが一番大きいかなっていうふうに思います。ああ、私やっぱりアイスホッケー好きだなって感じだったんですか。そうですね、やっぱりできない自分からこう上がっていくのが楽しくて。あー、なるほどなるほど。ピョンチャンオリンピックメダル取ってここに来てくださいよ。はい、ぜひそうなるように頑張ります。はい、で澤さんも対談していただいて。ぜひ。これはね、もう澤穂希さんに来ていただいて久保さんと僕と3人で話すっつう、これ結構やってみたいですね。うん、やっぱりこう違う競技の方とこう競技を超えて話し合うと新しい発見で必ずアスリート同士ってあると思うんですよね。うん。さあ、今回のゲストは女子アイスホッケー西武プリンセスラビッツ所属で日本代表スマイルジャパンのエース久保英恵選手でした。ありがとうございました。